避難者の方々がご自身で何か行動していこうであるとか、まあ、今まだまだもう問題が山積みでいろいろ解決しなくちゃいけないこともあるし、やっぱりお家に帰られればもう、ね、いつも不安が隣にあるっていう状況なんですけど、そういう中でも何か一歩前に踏み出してやろうっていうような気持ちをこう一緒に寄り添って支えるってことが一番の目的なので、そういった意味で継続するってことは非常に大事なんですけれども、で、まあ、継続するにはやはり運営資金も必要で、そういったことを回していくには私たちもそのあたりでいろんな苦労をしながらやっているところなんですが、こっちが深刻になったら絶対深刻になっちゃうので、普通で全然大丈夫です。明日から話してきますので、まずこんにちは、こんにちはでも全然大丈夫です。こんにちはで話をすると、あっちから話してきますから、皆さん声をこんにちは、こんにちは、こんにちはでいいと思います。今日はですね、KDKさんがご了承いただきまして、南極あるあるコーナーという形で、まあ、南極のですね、お話も伺いながらご飯食べたり、みんなで楽しめると思います。すごい格好ですね。はい、一応これがですね、越冬するときに来ている作業をするときに来ているんですけど、だいたい氷点下30度ぐらいから40度ぐらいまでのところです。危ないのでヘルメットをするんですけど、顔は凍傷とかがしないようにフェイスが、これで今この状態にいますと相当暑い。これで今後ろで15分ほど待機してたんですけど、もう汗びっしょりになってきてますので、脱がさせていただきたいなと思うんですけれども、脱ぐ間にですね、ちょっと、南極で取ってきました氷をですね、極地研究所の方からいただきまして、ここへ持ってきております。